Deep Impact の。結構です、ね、聞いてください。話したいんで。どうしたんですか。いけないんだけど、去年の君の名はって映画流行ったじゃん。流行りましたね。あれ見てなくて。見てないんだ。内容がめちゃくちゃ気になる。あ、気になる。内容がね、知ってるよ。もう知ってる。うん、君の名はでしょ。君の名は大丈夫ですか。なんかネタバレとか知っても。全然全然。ああ、全然教える教えるけど、あの君の名はっていうのはもともと男が主役、主人公なんだけど、その男っていうのは戦争に行ってて、そこの戦争が終わるんだよ。で、終わってこの友達に会うために町に戻ってくるんですけど、そこで知り合った悪い警察官とちょっと揉めてしまって、それでなんか壮絶な戦いが始まっ、あ、ごめん、これ間違った、ランボーだ。ランボー、ランボー、ランボー、ランボーの話してる。ランボーの話。君の名はランボー終わるの。ランボーは違う、言われても知らんし。君の名はどうしたっけ。あ、君の名はなんかあれでしょ、あれなんか名台詞みたいなのがあるんですよ。そうそう、思い出した。そうそう、思い出した。最後らへんにね、ここらへん手のひらと手のひら、あ、その足ある、合わせてこう、この森では俺が法律だ。あ、これランボーだ。ランボー、またランボー。ランボーだった。え、君の名はどこ行った。だから君の名はなんか手と手のひらを合わすとかありそうだし。そう、そう、これ何、これサバイバルないあるかよ。出るわけないだろ、サバイバルない。君の名はそれサバイバルない、出るわけないって。それは俺でも分かる。お前間違えたんだよ。いや、君の名はどこ行った。君の名は知りたい俺。違う違う、君の名はでも去年流行った映画ランボー。35年前だろお前。ランボー流行ったの35年前だろお前。もう生まれてないし、まず俺ら25だ。10年先輩ランボー。20歳越したらもう1年があっという間。おばさんみたいねえか、おばさんみたいねえか。進んでお前腹立つね。君の名は死にたいの。さあ、君の名はってのはその男がな、最後は勝つんだよ。誰だっけ。ランボー。ランボーじゃないの。もうランボーじゃないのよ。もうランボーしか出ない。ランボー勝て。ランボー自体勝つかもしれんけど、君の名で勝たないだろ。君の名ってどんなやつだっけ。いや、俺が死にたいんだよ。君の名そもそもアニメだから。あれアニメかな。そうだ、君の名ってアニメだよ。アニメだから。いや、俺アニメ興味ないんだよ。いいよ。なんでよ。俺アニメ興味ない。お前、俺見て、見て、じゃあ内容知ってるって言ってよ。内容はまあ知らない。いやいや、俺君の名は知りたいから。ランボーって正直どうでも、絶対ランボーの方が面白いからな。何で怒られたの。絶対ランボーの方が面白いからな。怒るの俺な。お前さっきからなんか君の名はの方がちょい上みたいな言い方してるけど、お前君の名はって1話完結だろ。お前ランボーシリーズ4部作だよ。シリーズ4部、もうそっちの時点で面白いでしょ、ランボーの方が。でも耳の穴かっぽじってよく聞けよ。俺が今からランボーの面白さお前に伝えるから。いいか、ランボーってのはもともといじめられてたんだよ。両親を事故で亡くしていじめられてたんだけど、ある日自分が魔法使いってことに気がついて、そこからもの、これハリーポッター。ハリーポッター。次ハリーポッター出た。これ ランボーどこ行った。シリーズだから。ランボー興味なかったけど、もうランボーの口よ。シリーズ、ね、そうそうそう、カッポして聞いてんのな、俺な。ランボーはダメなサラリーマンが、自分の上司と釣りを、あ、これ釣りバカにして話さないんだ、もういいよ。